キロで900馬力弱、5速までホイールスピン。最高速は318キロ、多分イギリスでのストリート最速。路面が完全ドライだったらまだまだいけた。スモーキーの小さな夢はストリートの最速らしい。全世界の日本の湾岸ではもう敵はいないんだって。イギリスのワールズ、これは決してやらせではありません。